もう喋ってばっかりでしょ。運転手だけ中入っていって、お客さん乗せて、で、すぐ車を動かしたらいいんですよ。ね、すぐいちいち外でたむろしていたっていう映像もあるんだから、仕事の仕方がおかしいなと。そもそも春山整骨院は昔解体してる、もう余計な業界が増えるから、もう増えた後もう政府が野放しにしすぎ。2003年に1回解体したのに、昔1回大問題になって、2000年頃で、ちょっと前に老人の男性のドライバーで、今日の人じゃないんですけども、もう明らかにヨボヨボの人が運転しましたよ。もう降ろした方がいい、降ろした方がいい、もう車の運転から自分でしっかりと車の運転ができないような状態の人でしょうから、もうすごいヨボヨボ、もう無理だと思いますよ。